お、喜んでる。ボールが戻った。やったね。はーい。エナジースピア集めてるよ。そうなんだ。はーい。うん。そうなの？はーい、わかった。ここは全部集めてからにしようかな。ちょっと見てみようか。見るだけ見てみよう。ニュー。剣のコピー能力があるね。それ以外はまだいけないのか。下にもニューって出てるね。下も行ってみよう。おお、ミニゲームで遊べるようになってる。ミニゲームもなんかいっぱい集めたら遊べるようになるんだね。すごいね、いっぱいあるね。楽しそう。ワクワクだわ。これもいっぱい集めなきゃね。おしゃおしゃおしゃ。こっちは何があるの？こっちはまだ何も解放されてない。上は？上は特に何もない。おっしゃ、じゃあ次行こっか。レーズンルインズだって。砂漠っぽいな。ここはどんなステージなんだろう。じゃあステージ1行ってみよっか。ここには何がいるんだろう。このステージも体験版でやった気がするな。やったな。うわ、せっかくだからこの子を救う。サンド、サンドだって。サンド、よいしょ。ああ、この下なんかあるんじゃない。お、あ、ちょっと待って、このムチが必要っぽいな。ムチだ。やったー、ワンアップ。ただダメージなんかもうすでにめっちゃ受けとるな。やばいな。わあ、豚。もういらんやろこの能力は。よしよしよし。危ない、危ない。この下は何、なんかある。なんか取れた。滑っていくのも楽しいな。今回はもうね、サクサクねクリアしたいからね。わあ、イノシシが向かってくる。ここのボスイノシシかな、もしかしたら。あ、なんかイノシシに乗ってるんですけど、あのワドルディ。何してんの。あ、炎がいる。炎がいりますな。うわ、サンドだな。取れた。ニードルか。ファイヤーが欲しいんだよな。ファイヤーどっかにないかな。こいつファイヤーなのかな。ファイヤーだった。オッケーオッケーオッケー。これで乗る。いけー。どこに飛ばされるんだろう。あ、みっけ。あったけど、これがあるだけか。
下落ちたら死にそうだった。ああ、ここレールの場所か。なるほど。オッケーオッケー。任せた。いけいけ。岩に任せる。もうこのステージは攻略しとるからな。よいしょ。はい、行って行って。かわいそうにマドルディ、のんびりしてるところを引き殺されて。よしよしよし、あと一歩。スパークか。スパーク取った方がいいかな。ここ初めてだね。無敵、無敵があるとな、なんか逃しちゃいそうなの。見逃しちゃいそう。あ、パラソルがある。パラソルだ。やった、嬉しい。楽しい楽しい。パラソル、この下はダメだ、危ない。なんだろう、何かあんのか。お、ハンマーか。これ取っといてよさそうだな。この野郎、このハンマーを使って何するんだ。多分どっかにあると思うんだよね。あ、いけたわ普通に。やった、コンプリート。これ多分ハンマーじゃないと壊せなさそう。ちょっと硬そうだったし。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。順調順調。よしよしよし、いいよいいよ。コピーお試し部屋がオープンした。とりあえずね、そういうところは行かずに今回はさっさとクリアしていく。あ、ロッキーがいる。ロッキーにしといて良さそうだ。楽ですね、いいですね。ストーン。お、かっこいい。ミルクがある。あ、かわいいカービィ。ストーン。お、かっこいい。なにこれ、メタライトかっこいいんですけど。向こうになんかあったな。こっち行ってみよっか。あれ、隠し部屋だ。おっしゃ、来た。これが1個目。1個目だね。オッケーオッケーオッケー。このステージに4つあるってことは多分中ボスがいるんだろうな。これマスターハンドかな。マスターハンドって何者なんだろう、ずっと謎に思ってるけど。わあ、ストーンがなくなってしまった。ウォーターが欲しいな、ウォーターが。こいつは吸えない。
この中になんかあるよ。隠し部屋？あ、やばい、ワープが落ちる、ワープが落ちる。あー、間に合わなかった、残念。これもう一回入ったらさ、ワープ復活したりするのかな。あ、してるわ。オッケー、取れた、やったぜ。おっと、ちょ、普通にダメージ受けた。これ水の中になんかありそうだな。あ、やっぱりあった、絶対あると思った。なんだこの仕掛けは、なんだこれ。押したら開いちゃうってことか。開かんでいいわ、ほとこ閉じ込めとこ、閉じ込めとこ。あとは多分どっかにボスがいるんだろうな。なので普通に行っちゃう。カービィ楽しいな、普通に楽しいな。あ、なんかいそうだな、いかにもなんかいそうだな。ない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 。え、怖っ、なにこれ。今一瞬下から迫ってくるのかと思った、地獄の豪華のように。あー、出てきた。あー、ワドルディちゃん。あ、じゃあワドルドゥちゃん。やったー、ミラクルビームとか、なんて俺得なんだ。どうすんのこれ。あ、すごい、え、なにこれ、なにこれ、やば。え、こんな楽しい技あんの、めっちゃ楽しいやん。下のやつも全部壊してくる。やばい、楽しい。なんてストレス発散なんだ。あ、難しいな。オッケーオッケーオッケー、すげえ、ミラクルビーム楽しい。楽しいけど、そっか、制限時間みたいなのが一応あんのか。急がんとな。あ、復活しとるやん、復活するんやあいつ。オッケーオッケーオッケー。どこにあるんだろう、星が。この辺っぽいな、この辺に君がありそうな気が。あった、やっぱりあったか。よっしゃ、先にスターを回収してから行こうか。よし、行くぞ。いいですね、楽しいですね。何これ、水中になるの、こんな感じ。え、じゃあずっとこの頬張りしてたらいいんじゃない。頬張りしてたらすっごい楽なんですけど。でかっ、こいつ。水の中も貫通していくんだね、こうやって。バナナいいや、危ないから。
めっちゃ楽しいんだけどこのゲーム。やった。ここがボス部屋かな。パラソルがある。やった、パラソルにしよう。無知はいいや。ローバ、色は今回赤いね。ステージ2になったから。ステージ1になったら紫だった。はいよ。あ、なくなっちゃった。あ、やばい、コピー能力。え、なに、え、マジ。お前有能すぎんか、ちょっと。ちょっと有能すぎん、マコロはやばいんやけど。マジか、お前マジか。持ってきてくれんのか。嬉しい、やった、クリアできた。ありがとうマコロは。マホロワのおかげで簡単に勝てた。おっしゃ、戻ってきたよ。じゃあゴール目指して。やったボス部屋だ。コピー能力ね。やった、ガンガンブラスターズがオープンしたって。ミニゲームもやりたいけど、ミニゲームはな、全クリした後にやる。さあボス戦だよ。誰がいるんだろう。何これ、サンドか。サンドとウォーターとハイジャンプだ。ウォーターにしとこうかな。何がいるかがわからん。なんか出てきた。ミスターダウターだって。なんなんこのボス。戦い方が全然わからん。うん、謎のボスやな。なんかわからんけど勝ったわ。ただウォーターちょっと使いづらいな。